やっほーあなたの悪魔、レイジですハロウィンを楽しく過ごしたいってかわいいお願いをしてくれたのは君かなあれ固まっちゃってる僕みたいなかっこよくてイケてる悪魔が来るなんて思ってなかったんでしょううんうんそれはしょうがないでも僕たちはこれから同じ目標に向かって頑張るパートナーもっと打ち解けなきゃだよね ってなわけで、君のことは、主ちゃんって呼んじゃおっかな。ちなみに、悪魔の名前を知った時点で、契約は成立してるから、後戻りはできないよ。君の願いを叶えるためなら、何でもしてあげる。だから君も、遠慮せずに僕を頼ってね。これからよろしく、主ちゃん。 僕の力があれば街で一番きらびやかに着飾ることだってできたのにせっかくのハロウィン本当にこれでよかったのみんなが楽しいハロウィンを過ごすだけでいいなんて悪魔の僕には物足りないよ君自身は寂しくなったりしないのかなって少し不思議はあ分かっただから僕を召喚したんでしょ 同じ記憶を共有する相手がいれば満足だなんて主ちゃんは本当にけなげだねでもちょっと謙虚すぎるかな悪魔と過ごすハロウィンなのにこの程度で望みは叶ったなんてナンセンス僕の保険に関わるよおいで夜はまだこれからだよ僕の方法で君を楽しませてあげる二人だけの思い出を作ろう 契約違反にはならないと思うけど。